魚竜もドキ属あるいはカルーナ属とはツ、ツジ科に属する植物の属。単一種の実からなり、エリカに近縁だが、花の構造等に大きな違いがある。主に欧米でよく栽培される。ただし、国際植物名インデックスには、以下の6種の登録がある。地表を覆うように伸びる上緑の低木。高さは20から50センチメートル程度で、非常に多く。 枝を出して密生する。葉は輪片状で長さ2から3ミリメートルとごく小さくなっており、十字体制に茎に密生してつき、その葉が互いに寄り合っている外見はヒノキなどのように見える。開花期は長く夏から秋にまで及ぶ。花は長さ20から30センチメートルの相乗過剰の形をとる。花は桃白色を基調として白から 紫まで様々であるが、外見的にこの色を示しているのは、花弁ではなくて学編である。学編は4辺に分かれており、長さ4ミリメートル程度あり、その内側に花冠を囲い込む。学編の基部には、学編のような形の方辺が4つある。果敢は、学編の約半分の長さしかなく、4辺に深く裂けている。おしべは8個。 死亡上位で果てを形成する。学名の俗名はギリシャ語のキャリナンに由来し、これは、白を意味し、本種が放棄として用いられたことによる。演芸的には、学名かな読みのカルーナ、あるいはカルナが通用する。和名はその歯が、魚流に似ていることによる。ヨーロッパからトルコに渡って分布し、また北、アメリカにも帰化している。カナダ東部とアメリカに帰化している。 ニュージーランドに導入され、一部地域では、外来種となっている。この属の種は魚流もどき一種のみである外見上は、エリーカ属のものとよく似ており、もともとはこの属のものとされていた。しかし、蒸気のように花冠を学編が覆っており、またツトが発達して、学編のように見える点など、明確に異なる特徴があり、現在ではこの属に分けられている。 カルーナは19世紀まで農村部の根強い貧困と関連付けられて軽蔑されてきたが、カルーナ人気は高山植物人気と並行して一般化している。カルーナはガーデニングや造園において非常に人気のあるオーナメンタルプランツであり、石灰質でない土地では繁茂するが、酸度の少ない土地では失敗しやすい。また、酸性土壌を好む。 種として観賞用に栽培される。ヨーロッパでは、エリカと共に、ヒースの構成種として親しまれ、古くより、庭園に栽培され、またそれ以外にも利用は多かった。これについてはいかに記す。ただしこの種は、夏季の高温多湿には弱く、日本、特に団地では、株枯れが出やすい。また体感性はとても高いものの陶器の乾燥には、弱く、 冬の乾燥した風に当たると痛みやすい。つまりヨーロッパ向きではあるが、日本の気候にはあまり適さないものである。干渉用以外の利用としてはその学名が示すように、枝が放棄の材料とされ、また優秀な蜜源植物としても知られる。茎と葉はハーブティーに用いられ、また花からオレンジ色の染料が得られる。また魚流もどきはノルウェーの国家である。 ヨーロッパでは、エリカや本種など、いわゆるヒースの構成種を用いた、ヒースガーデンという庭園があり、本種も多く用いられている。園芸種はとても数多く、著名なものだけでも数十に及ぶという。種として花を鑑賞するものと葉を鑑賞するものがある。花を鑑賞するタイプでは白、桃色、藤色、紫にわたる、様々な色合いのものがあり、また、八重咲き品種もある。 例えば、以下のようなものが知られる。また、早や茎の方を干渉するものもある。樹形の変化では立つ形になるものやより強く刃うものがあり、さらには、クッション状になるものもある。歯の色彩も緑色でも濃いもの、淡いもの、黄色、紅、灰色などに色づくものがあり、さらに、元節によってそれが変化するものも知られる。以下のようなものが代表とされる。以下主として、 園芸植物大図鑑、P557 湯浅、P79 湯浅、P79 個の部分無出店ハッスラーザ、ザプラントリスト、園芸植物大図鑑、P557 ハットジョニエル、クリーチ、ノートインコーツ1992以下、主として、園芸植物大図鑑、P558 湯浅、P79 個の分は無出店以下、主として、園芸植物大図鑑、 P558 ありがとうございます。